太陽は動かないは日本国内での撮影に加え東欧ブルガリアにておよそ1ヶ月にわたる大規模ロケーションを敢行。連日日本では 100% 不可能なアクションシーンの撮影が行われた。監督はモズ、海猿など日本を代表するエンターテインメント超大作を数多く手掛けてきた蓮見英一郎。アクションシーンは全編吹き替えなし、一切の妥協を許さない蓮見監督たっての希望のもとハードな撮影が続いていく。高野と田岡がミッション遂行のため特急列車に飛び降りるこちらのシーンも、約10メートルの陸橋から実際に飛び降りることに。よーい、はっ、おー、はい、勝った。想定を超える大迫力のアクションシーンとなった。さらにブルガリアロケ最大の山場は列車を丸ごと貸し切り走行させながらのアクションシーン。ドアが開いたままの状態で繰り広げられる田岡と敵の格闘。恐怖と戦いながらも半年間鍛え上げたという肉体を惜しげもなく披露し、初の本格アクションを見事成功させた。一緒に来るか。時間がありませんよ高野さん。彼らは最強のコンビ、エリートの高野と失礼します、新人の田岡です。所属は日本の特殊工作組織。サーバールームに侵入する。了解、監視カメラをシャットダウンさせます。理解永遠通信にこねがら人違いではないですか。しかし彼らには秘密があった。その心臓には爆弾が埋め込まれ、24時間以内にミッションをクリアできなければ死ぬ。こんなことが続くなんて無理だ。死ぬの怖くないですか。一日を生きていくだけだ今回の任務だ。全人類の未来を決める次世代エネルギーの極秘情報を誰よりも早く手に入れろ。命を懸ける情報があるんですかね。本当に生きたければ働け、それだけの話だ。タオカ、心を静めるんだ。大丈夫だ、死ぬ時は一瞬で終わる。バカのさ、起爆装置が発動した。時間がないぞ。こんな生活小芝居にしたかったんだよ。タオカ、一日を生きろ。高野さん、今を生きろ。太陽は動かない。